県の要請でコロナ専用病床を10床確保している藤枝市立総合病院。こちらの4つのベッドは県が要請するコロナ専用病床に数えられていますが、5類に変わることにより一般患者の受け入れにも使われていくということです。5類引き下げを受け、病院はおよそ1年4ヶ月ぶりに今日から入院患者の面会を再開しました。平日の午後3時から5時まで15分以内で患者の家族と主治医が許可した人だけ食堂などで面会できます。また入院患者全員に行っていた抗原検査も今日からは症状がある人などに限定します。今までは検査に頼る部分もございましたので、そこに関しては正直不安はございます。いかに疑う症状をピックアップして検査に進めていくかというのが大事になってくると考えています。一方、濃厚接触者への国の待機要請がなくなり、職員を病院の判断で出勤させたり休ませたりできるようになりました。病院の職員に関しましても、いわゆる濃厚接触者という法的なその制限というものがなくなりましたので、これに関しては病院で決めてある程度こう自由度があるような対応ができるようになったということはあるかと思います。また病院は症状が軽いコロナ患者を一般病棟で診察したり、防護服の着用を緩和したりすることでスタッフの負担を減らしていく考えです。軽症中等症であれば、普通一般病棟の方でもそのコロナが見れるということで、ただ今後そのどこまでのそういう防護服を着るかだとか、そこの辺というのはこれからのやっぱり議論になってきますし、引き続き病院は病院に来た人たちにマスクの着用を求めています。巷ではもうコロナは収まったような雰囲気で言われてますけども、まだまだコロナのウイルスはあるんだと。病院というのはやはりそういう弱者の方が非常に多く入院されたりしてますの で、病院の中はまだしばらくはマスクをして来ていただきたいと。焼津市立総合病院など周辺の病院でも今日から入院患者の面会を再開していて、病院も少しずつ通常の体制に戻りつつあるようです。